あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ってことで次また新しいダンジョンへ行こう。新しいダンジョン、新しいダンジョンっていうか新しいコースか。よし、マネビトを連れて出発するか。ほい、出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。いいなあ、アゴマサリトヒヨウ、いいなあ、アゴマサリトヒヨウ、キエーイ。ほい、んでこの二人を連れて、はい、行くよ。よし、水源エリアのこの三つ目はね、移ろいの入り江。次あと一つやん。お、今回アームショット新しいアイテムやねん。もうコキリ族の衣装とあの爆弾、大爆弾の服は矢と爆弾しか関係ないけん、とりあえず今回兵士の服に戻って。また移ろいの入り江1、担いだ爆弾は Y で投げることができます。今回関係ないけどね。おい、アームショットを手に入れた。 Y でアームが伸びるぞ。プレイヤーに向けて撃つとどうなる。お、あっこに間違えた。これか。おーおー、なんかかっこいいね。感動感動。なんか落ちとるよ。あー、今拾ってもあんま効果ないな。あんまっつうか全くないな。あ、あっちにもおるんね。これで、あー、ここに食いが。へいへい、ゴルピーゲット。お、これって敵に攻撃もできるんかな。ちょっと待って、やってみる。へい、あー全然違う、違う方行った。こっち来て、こっち。お、お、なんだこれ。あ、なるほどね、間違えた。敵はあれで引き寄せることはできるけど、あれでやっつけることはできんってこと。ほい、青のリンクもゲット。で、こっちに、よし、当たったぜ。あっち側渡れんのか。あ、そういえばプレイヤーに向けて撃つとみたいなの言った。お、こっち向いた、こっち向いたとかじゃなくて、あれか、プレイヤーも食い代わりにして進んでいくことができるということだ。お、第1面はとりあえずアイテムゲットで終了と。へい、で、あとこの3人で向かえばよろしいね。これは、ん?食いがないけど。この、しかもぶつかる。あ、上に。こういうことか。え?で?こういうことで?てててて。はは。よし。ダメージを受けた。ゴルピーゲットー。え、あの子はどうしたらいいんやろ?あの子は一体どうしたらいいんやろ。ちょっと待ってね。はい、ハートを、失われたハートを取り戻す。イエイ、かっこよさげに言ってみた。で、ああ、そういうことか。ちょっと待って、ほらほらっていうか、これでこのためのだな。イエイで渡ってきたけど、あ、ここもまたこっからホイッとで、こうだ。うん、すげえぜ。すげえぜ、すげえぜ。待ってね。一段じゃないと。よし。んで、あとは、あの、壺とかは引っ掛けれんの。あ、割るんだな。割るんだなって。壺は割る。あ、あっこかな。上か。あー、待って、落ちる、落ちる。怖い、怖い、怖い。んで、これで、お、お、なんか上の一人しか行けんかったんやけど。え、そういう感じ?上の一人だけ、あ、ここやね、トライフォース。上の一人だけ行ってきまーす、的な。あー、で、一人一人またこういうこと?ちょい待ってね。一人一人またこういうこと?なるほど。
このさ、毎回毎回こうやって入れ替えていくのが多少めんどくさかったりするよね。あっちなんか島みたいなんだか、ルピーがある。ルピーもさ、これで取れる？破壊したりせんよね。お、取れた取れた。アイテムはこれで取れる。 OK ってことで、へい、次のステージへ出発。あっ、移ろいの入り江に。お、水のステージ。え、これすぐ行けるんやない？あ、でもあれか。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、沈んだ、沈んだ。なんか足場沈んだって。てか、そこのルピー取りたいんやけど。先こっち来た。うわー、ちょっと待って、ジャンプしてくるやつ。あ、待って、これも。あれ、引き寄せるだけじゃなくって、ちょっと待って、そんな上まで来る？で、ああ、また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 。あ、順番に消えていく感じ。ちょいちょいちょい。あ、このなんかあれか。足場とかができとるこの間にトライフォースのとこに登らないかんわけですね。ちょいちょいちょい待ってね。へい。なるほど、時間制限っていうか。行ける時が決まっとる。今だってことか。こういうことやろ。へい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 。ルッピー、あー、ちょっと。高くなった。ん？何？あー、そういうことか。さっきまでは、ここにたどり着けとったところで、たどり着けとったところで、行けなかったんだな。次には。なるほど。あの上にルピーあるよ。ちょっと二人でさ、トーテムしていこうぜ。あ、てか今、水流の上下はなくなったのかい？これで。あ、そっか。引き寄せれるんか。で、あっち側には渡っていけないのかな？ん？もしかして下がりよる？これ。気のせいか。あとはもうみんなで渡っていけばよろしいだけ。よし。2面目簡単やったね。移ろいの入江さん。んで、次はどう進んでいくかな。なんかいつもと違って、この、なんやっけこれ。なんとか、お、ん？何？なんかスイッチみたいなのあった。いつもと違ってこのフックショット、そうそうそう、フックショット、フックショット、フックショットはさ、なんか一番上の一人しか移動できんけんさ。お、ハート満タンやんけど、一番上の一人しか進めんけんさ、なんかちょっとあれよね、いかんよね。これどこまで伸びるんやろ。あんなとこまで届いたんやけど。あ、とりあえずこれと、あ、そっか、トーテムしたところで一人一人しか進めんのか。フックし、あ、え、そういう感じ？すげえ。何がすごいんかわからんけど、すげえ、イカダが動く、これで。ちょっと、やっつけられなさいよ。ていていてい。こいつら全部やっつけんかったらまたあかんとかそういうことではないの？へいへいへい。ルピー。え、てかあの上の方にさ、またなんかルピーとかあるんやけどさ、いけんくね？また水位が上昇する何かしらがあるのかね？あるのかね？てい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 。あ、で、これでまたこっち行けるじゃん。んで？あれ？こっちに行ったからなんだ？こっちなんかある？ないよね。あれ？あ、なんかこっちに、あ、届かん。あっちまでは届かんのか。あ、そういうことか。こっちに人を配置、これ人配置用か？で、乗って、あ、で、ここトーテムでいいんじゃない？こっち側。あ、いや、違うな。あ、一応乗っとけばいいんか。
乗っといてからのこれで、ふんふん、渡ってで一緒に乗ってからの、なんか落ちそう、これで、へい。で、あの上のスイッチはあのトーテムで押すと、あれ、ほい、え、ちょっと待って、え、ほい、え、できんくね、スイッチ、え、これってもしかしてさ、あ、え、私今の今まで気づいてなかったんやけど、これ3人でトーテムしてさ、真ん中のやつ選択したら真ん中のやつが一番上を投げるってことができるん。今初めて知った、やば、若すぎる。でこれどこ行けばいいん、あ、これ泳げばいいんかな、普通に、ほい、あ、ほらほらほら、あ、もうこれでゴール、いけるいける、ほらハートも満タンやし、私今アルピーやるよ、あっこ拾えなかった、拾えなかったわ。あ、ってことはあれかな、フックショットで、うん、取れない、よいしょ。移ろいの入り江4ってことで、次はここあれだね、ボスだね。あー、でも今あんまり壊さん方がいいか、満タンやしね。あー、ちょっと、あ、歩けるし、マジか、あれ、てかこれ、あー、そっか、歩けるってことはなんか上におらんかった今、気のせいかな。これは全員で上に上がれば戦いが始まる。何あれ、え、怖い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 、何これ何これ何これ、え、なんかもうこれボス？なんかおるよ。え、なになに？ヤドカリ？ねえねえねえ。あの中に入ってる間はダメや。ってことは、引きずり出し、どれぐらい遠くからなら撃てる？これさ、もう一人、もう一人ぐらいちょっと欲しい。あ、直接ここ来れるじゃん。で、近くに配置して、近くに配置して、なんだなんだ、あれ違うな、どうしよう、ん、近くに配置してからのこいつで、くそーくそー、でこれ、え、むずくね、え、むずくね、ちょっと待って、どれぐらい離れておくからできる、これ、違うよ違うよ、近づきたいんじゃないんだ。てかこいつ攻撃してこんの？これは難しくないかい？ねえ、難しいよね。誰に言うんか分からんけど。あ、これさ、もう一段階とか引っ張り出す、引っ張り出すっつうか。ちょっと待ってって。切り替えが難しいぜ。これダッシュで、ちょい待って。気絶させれる、2回目当てたら気絶するんだ。待って、じゃあさ、あれだ、ゲージを貯めてた方がいいね。へい、こん、え、超簡単と思ったら速攻で復活しやがった。今当たらんかったん？ちょっと待って、え、ねえ、増えとる増えとる増えとるって、増えとるって、ちょっと、でもこいつ攻撃ないよね。当たっとるやろ。え、気絶せんくなったってこと？あ、した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 。普通にした。おし！これであと1匹や。こんくらいからいける。イェイ！あ、待って待って待って。回復したい回復したい。回復したい回復したい。ちょっと待ってね。ルピーかーい。一応回収するけどさ、回収するけどさ、ルピーですか。とりあえずだいぶ回復した。あ、そこそこそこ、ちょい待ってね、一匹一匹か今回。
い。あー待って、今のダメだった。違う、壁ギリギリすぎ。これで、え、いけたいけたいけたやな、これやったね。ふーってことで、よいしょ、はい、回収で、あれ、へい、はい、クリアだクリアだ、イエーイ。はい、真ん中、水の冠を手に入れた。お、綺麗。ん、あとの2つは何やろ、貝殻。でも1個のやつ手に入れた。移ろいの入り江クリア、イエーイ。妖精も3匹ちゃんと残っとったよ。魔境で X を押すと写真を撮ることができます。写真も撮らずに成功だ。えい。あ、でも今回あれか、まあこの辺でまた今回も終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今回あれだな、服のまた増えんかったね。